さあここで受けてダイレクトコンビネーション見せます。中に出てくるライナー性のクロス、ビエラのダイレクトシュートボレー、白井よく弾き出しました。まあ、一つ決定的なチャンスですねこれね、ベルにとってね。そうでしたね、はい、まあ、ラインブレイクした。さあオフサイドありません。清原頭を抱えます。さあこういうボール、これは拾ってミラッシュで狙った。加藤大輝の思いっきりのいいシュートでした。さあビエラが行く、シュート打った、サイドネット。さあ柿田がちょっと狭いところ、金子とのパス交換、右サイド石田龍馬が狙った。上福本触ったか、ワンタッチありましたね、コーナーキック。まあ石田選手でタイミングの良い上がりでしたけどね。ここは金子が受ける、中で清原が柿田追い越す動き、そして石田龍馬のクロスなんですが、ここちょっと流れた。左サイドから加藤がシンプルに上げてくる、ファーサイドヘディング、サイズを生かした柿田のヘディングシュートでした。さあここはパスが当たる、はい、ジョンジ走り出すドグラス・ピエラ、左サイドからふわっと上げてくるボレーシュート、いやい決まった、ドグラス・ピエラ、ようやく先制点、東京ヴェルディ。さあ中に入れてくる、杉浦のシュートは右に外れました。思わずポストに頭打ちつける杉浦恭平、ビッグチャンスですね、このボールが良くてね。いやこれは悔しいでしょうね。ここは細かくつないで大きく蹴り出します。さあここで主審の笛、山岡市主審笛が鳴りました。やれやれというアントの表情のロティーナ監督、そして今日貴重なゴールを挙げたドグラス・ビエーラ、結局アディショナルタイム5分を加えて戦い抜いた両者ですが、1対0東京ヴェルディ、その1点をなんとか守り抜いて勝利しました、勝ち点3をゲットしました。